今回は、固定の無念塚、空き部屋、地、つづつー、という話を紹介します。ではどうぞ。先に断っておきますが、以下は全部実話です。誓って嘘じゃありません。それと、これから話す理由は、薄めるため、です。興味本位で読んでもいいですが、本当に友人5人が死にかけていますし、うち1人は障害者1級になりました。やってはいけないことをしてしまったがために、本気でたたられ、ました。それが原因で脳腫瘍を発症した友人が2名。心筋肥大で心臓が大変なことになり、心筋梗塞までやってペースメーカー入れたのが1名。転換症状が出るようになって、仕事中に機械に挟まれ、結果会社を辞めたものが1名。リアルでき、外状態になって、安定剤をオーバー、ずし、集中治療室でやばいことになったのが1名。自分は死にはしませんでしたが、原因不明の車両故障で交通事故に遭い、脳脊髄液減少症で慢性偏頭痛です。東京西部の、有名な拝み屋さんが揃っている、某お寺に相談したところ、相手がでかすぎ、多すぎなため、拝んでも無理、と、剣もほろろに断られてしまいました。ただ、とにかく事実を、たくさんの人に知ってもらうしかないそうです。そうすれば、だんだんとこの霊障が拡散して薄まっていくから、少しずつ良くなるんだそうです。ただ、自分の息世のうちには、全部なくならないだろうから、3回か4回は輪廻しないとなくならないとか。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐスルーしてください。いいですね。もう一度書きます。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐスルーしてください。いいですね。心の準備はいいですか？ことの始まり、ビギニングが、関東の某所にある、ダムに沈んだお寺ってところからでした。かつての本堂も墓地も移転が終了したんだけど、旧墓地エリアが残っていて、多数の無縁仏がありました。その地域はかつては宿場だか飯場だかがあり、飯盛り女やら、与鷹屋師匠、豪商、女郎置屋があったそうです。そこの女たちや、金で買われて連れてこられた人足や、行き場のない教場持ちなどもいたとか、長い時間をかけて、かれこれ溜まり溜まった、無縁物が残されていたんですね。滑水機でも水面に出ないエリアなんですが、特別な事情で通常より6メートル近く、水位が低くなったんだそうですよ。ありえないほどの固定構造物が姿を現し、その中に戦術のお寺がありました。で、その話を聞きつけて、肝試しに行ったのは一昨年の夏です。男4人女2人の6人パーティーでした。夕暮れ時の頃に、今は使ってない道を使って固定へと降りました。予想されていた泥はすっかり乾いていて、普通に歩けました。古い地図を頼りに歩いたのですが、お寺の立派な石の門が残っていて、場所はすぐにわかりました。この辺りは水の流れが速いのか、あまり泥が残ってなくて、むしろ一面雑草が茂っていて歩きやすいくらいでした。本堂裏手の墓場跡地の奥の方に、大きな塚がいくつもあって、無念塚と書いてありました。無念なしを迎えた者が、その無念をこの塚に収めて、次はいい人生を願ったのだ、と言われに書いてありました。その奥には女郎塚があって、死んだ女郎の神がいくつも収められたんだそうです。向かいには腐った外場が立ち並ぶ妊婦塚。なんか、鉱山か何かは知りませんけど、相当死んだそうです。すぐ近くには無縁仏の墓石を積み上げた、無縁塚がありました。うまく言えないですけど、このエリアだけ本当に異様な空気です。で、お寺の敷地を一回りして、場所を確認して暗くなるのを待ちます。実はすでに無念塚に、自分の携帯を置いてきていたんです。門のところから一人ずつ、携帯を取りに行くって肝試しを開始しました。肝試しは何事もなく終わったのですが、最後に戻ってきた友人が、とんでもないものを持ってました。無念塚から石を拾ってきたと言って、自慢げに見せびらかしたのです。これが全ての始まりでした。最初の異変は石を持ってきたやつからでした。1ヶ月くらい経った頃から、会社のアパートの中に誰かがいると、言い出したんです。寝ていると天井裏を誰かが歩くとか、勝手にテレビがつくとか、それだけじゃなくて、電子レンジがいきなり火を吹いて壊れたとか、あと、携帯電話がノイズだらけになって、通話できないとか、頻繁にピンポンダッシュされ始め、呼び鈴が鳴っても外に誰もいないとかです。さすがに頭にきて、アパートの廊下の一番奥で、犯人が現れるのを待っていたそうです。ですが、待つこと2時間。ついに犯人は姿を現しませんでした。いつも真夜中になっていたんで、真夜中に待ってたそうなんです。ただ、犯人は姿を現さずじまい。でも、呼び鈴は鳴りました。真夜中2時に。と、
なんだ機械の故障かよ、と苦笑いして玄関外のスイッチのケーブルを引っこ抜いたんだそうです。それで、その晩は寝たそうですが、次の夜に事件は起きました。ケーブルを抜いてならないはずの、予備鈴が鳴ったんです。さすがにびっくりして飛び起きたそうですが、今度は予備鈴が、と鳴り続けたとか、スピーカー部をハンマーで壊して、静かにさせたそうですが、さすがに気味が悪くなったとか、まだまだ暑い夜の頃だったはずです。ふとトイレに行きたくなって中にこもっていたら、と、トイレのドアをノックされたんだとか、この時点でかなり鈍い友人も、気味悪いのを通り越したそうです。パニック状態になり、適当な服を着てアパートを飛び出し、慌てて自分の家へとやってきました。当時自分は会社の独身寮にいたのですが、真っ青になって飛び込んできた友人が、忘れられません。ところが、友人が来て30分後に、管理室から偉い剣幕で、お叱りの電話がかかってきました。夜中の2時過ぎですよ。管理人もよく起きてたものです。しかし、お叱りの要件は、友達が遊びに来たのは多めに見るが、複数の女連れは感心しない。とのこと、ちょっと待て、来てるのは男一人だ、と説明しても、監視カメラに、派手な格好の遊び女が3人映ってる。とのことで、仕方なく管理人さんに、部屋へ来てくれとお願いして来てもらったのですが、部屋の中には男2人です。おかしい、おかしい、どっかに隠してる、と信じてもらえませんでした。部屋の中のありとあらゆるところを調べられ、クローゼットの中から、組付けのベッドの裏まで検査です。最後は負傷不傷に管理人室へと引き上げたんですが、翌朝に監視カメラの画像を見たら、確かに女が映ってます。さすがにヤバいと関連したのか、翌日急遽仕事を休んで、例のダムのところへ石を返しに行きました。ところが、ダムの水はすでにかなりのところまで戻ってきていて、お寺に戻すどころの騒ぎじゃありません。二人して青くなって、どうしたものかとそのお寺の移転先になった、新しいお寺の住職に相談しに行きました。そしたら、新しいお寺の供養塚に納めるから、肝試しに行った友人6人を全部揃えて、供養に来るようにとの指示でした。次の週末の休みに、全員揃ってお寺で供養をしたのですが、お経をあげてる間に木魚がいきなり割れたんですよ。と音がしていたのですが、その直後に、とすごい音がして割れました。どう考えても、そんな音が出るほど強く叩いてません。さらには、供養中にいきなり女友達が、二人とも泣き始めちゃって、別に悲しくないのに涙が止まらない、と。だんだんそれがひどくなって、最後はしゃくって泣くほどになってしまい、ご住職がお経本で背中を叩いてました。あと、石を持ってきた男が頭抱えてうめき出して、挙句に白目を向いて、泡を吹きながらぶっ倒れました。さすがに救急車呼ぶかって話になったんですが、ご住職の度胸が続きました。で、なんとか供養を終えて、その後でご住職のお説教タイムに突入。まあ、ひどく叱られまして、それも本気でこっぴどく叱られまして、特に影響出てなかった奴などは、結構ふてくされ始める始末。帰り道の車の中じゃ、相当悪態ついて、ブーブーと文句を言ってました。でも、これがいけなかったんでしょうな。ネットのノリで口汚く、坊主だのなんだのと言ってた奴が、次におかしくなりました。供養から一週間くらいした頃でしょうか。夜、久しぶりに居酒屋で飲んでいる時、妙に怒りっぽいと感じたんです。まあ、仕事も忙しいだろうし、それに政権交代直後でいろいろあった頃です。ストレスがあったんだろうと思ってました。ところが、その翌日にいきなり職場で倒れたんだそうです。酸欠症状で病院へ担ぎ込まれて、あれこれ検査を受けたら、心臓がパンパンに膨らんでいて破裂寸前。慢性高血圧から来る心筋肥大で、心臓が筋肉の塊になっていて、結果的に血管の数が少なくて心筋梗塞に。心臓の半分が機能不全に陥っていて、医者が言うには、現状で心臓が動いてるのが不思議なんだそうです。とりあえず入院して様子を見たのですが、当初1ヶ月程度の予定で入院したんですけど、丸3ヶ月の入院でした。すっかり秋を通り越し、もうすでに寒い頃になっていた時期でした。カテーテル手術して、心臓の機能を改善するように仕向けたんですが、全然良くならなくて、薬も効かなくて、強めの高圧剤とか、血管拡張剤とかバンバン投与しても、全然効果がなかったそうです。そのまま年を越して、結局は心機能がろくに改善しないままパンク、腎臓の神経を切る手術とかも、選択肢にあったとかと聞いてます。で、あれこれやりすぎて、今度はまともに動かなくなってしまったとかで、今度はペースメーカー入れました。今も週に2回は病院へ行ってますね。彼が一番ひどい症状です。
ペースメーカー入れた友人ですが、その後にペースメーカーの自然停止を、二度やりました。真夜中に病院へ救急車で担ぎ込まれて、ペースメーカーの再調整をやったのですが、原因不明。三度目の時は、ペースメーカー自体を交換したのですが、後になって聞いたら、最初に入れたペースメーカーが故障。内部の配線が不自然な形で焼けていたとかで、メーカーの担当者が、菓子折り持ってお詫びに来たんだとか、後になって当人が振り返って言うに、病院へ入院中に、ベッドの周りでずっと人の話し声がしていたと。それだけじゃなくて、まだ生きてる、まだ生きてる、と上事のようなつぶやきを聞いているそうです。あれだけ悪態ついた友人ですが、例の無念遣いお詫びに行ったそうで、その後、心臓の具合がだいぶ改善されたとか、こんなことってあるんだなぁと言ったのが、印象に残ってます。で、その時に一緒に行った女友達は、実は同時進行で会社から解雇されて、無職だったそうで、やっぱり怖くて仕方がなかったそうです。当事者でないとわからない話ではありますが、一緒に行った人間が、次々に大変なことになる恐怖って相当です。お詫び案らにどうのこうのと言ってたのですが、しばらく話を聞かないうちに、気がつくとキャバクラ勤めになってました。OL やってた頃に買った、服やらバッグやらのローンで切羽詰まってたそうで、差し当たってお金が必要だからと、割のいい仕事を探したらこれだったとのこと。長くやるつもりはないよと言いつつ、1ヶ月もしないうちに、派手な格好の遊び女になり下がってました。その格好で街を歩くなよ、というような派手さ加減で、聞けば同伴出勤の獲物町とかと言ってました。仲間内では、あいつは遊女かおいらんかなどと言ってたのですが、いくらもしないうちに、立ちの悪い客に入れ込んで、あとは坂道を転がり落ちるように、悪い方へ悪い方へ行ってしまいます。女って一途になると盲目になるんだと聞きますが、その悪い客が、借金まみれでどうのこうのというそうで、なんか気がつけば、借金を肩代わりしてあげるから結婚してと、安いドラマみたいな展開です。ここまで来ると、もうドロドロ昼ドラを絵に描いたような話で、男の方が身軽になってドロン。女の方が泣いて泣いて、最後は睡眠薬時、図を測って、一命を取り留めたんですが脳に障害が残ってます。詳しく検査したら脳腫瘍の疑いとかで、その頃から物が二重に見えるとか、色が滲んで見えるとかでした。その女友達のつながりだった、同行した別の女友達が見舞いに行ったら、あれだけ仲の良かった友人同士で大喧嘩。曰く、自分ばっかりひどい目に遭ってお前は、みたいな展開だったそうです。ところが実はその友人、一緒に行った男と同棲中だったのですが、いわゆる DV で毎日地獄だったそうです。あんただって不幸になればいいのよ。と、罵声を浴びた帰り道に電車の中で倒れ、そのまま近くの病院へ搬送されたのですが、小脳の脳腫瘍が見つかったとかと聞きました。不思議なもので、彼女はその後に病院の都合で転院することとなり、遊女に見込まれたとおぼしき、例の彼女と同じ病院へ入院。同じ病室で枕を並べて加療したそうですけど、同棲中だった男の方が見舞いに来ていたら、遊女の方に垂らし込まれたとか、後から話を聞いたら、入院中にも借金の催促があって、病院の中で体を打ってたと。嘘みたいな話ですが、最終的に個室へ押し込まれて、他人と接触しないようにされたそうです。で、そんなこんなでしばらくした後に、DV 男状態になってた男の方が鬱を患いました。リタリンを処方されたんですが、不幸の坂を転がり落ちるテンプレート状態で、オーバー、ズ。同じように病院へ担ぎ込まれたんですが、肝機能障害と脳萎縮で生命活動を維持できない、ということで集中治療室へ。しばらくして多少は良くなったそうですが、今も言語障害、記憶障害、幻覚幻聴に悩まされているそうです。で、どういうわけか自分と、車を運転していたもう一人の友人には、何も現象が出なかったのですが、実はその頃から運転していた奴が、体の不随運動に悩まされ始めてました。例えば寝ている時に、突然体が勝手に動き出すとかです。歩いてる時に、急に足が動かなくなったりです。全く不定期に発生し、病院で診察を受けたのですが、原因がわからないとのこと。2ヶ月もしないうちに、お茶が飲めないとか物を食べられない、風呂に入れないなど、日常生活が困難に。そしてある日、自宅の部屋の中で転換の発作に襲われ、泡を吹いて暴れ始めました。体中が痙攣してどうすることもできず、本人はその間のことを一切覚えてないそうです。たまたまその日は、同居していた親が見つけたそうで、すぐに救急車で搬送されたそうです。転換も今はかなり治療ができるそうですが、それでもなかなか良くならず、半年くらい入院してました。去年の秋頃に退院したのですが、未だに時々、頭の中が大変なことになると本人が言ってまして、
本人もどうしようもないということです。車も運転できなくなり、親戚だか友人だかがやってる近くの工場で、片付けだとか簡単な仕事に就きました。だけど昨年11月の終わりに、プレス機の間のゴミを取ろうとして左腕を挟み、肘から先を粉砕骨折。なんだかんだで、12月末で会社を辞めざるを得なくなったとか、残すところ自分だけだと思っていたんです。順番的に俺で最後だと。まあ、予想通りなんですが、実はこの正月に厄払いするため、近所の大きな厄除け神社へお参りに行った帰り道、国道を走行中に、いきなりハンドルが全く動かなくなりました。道はカーブしていて目の前には電柱。とにかく可能な限り、急ブレーキで止まったのですが、止まりきれず電柱に激突。近くの救急病院へ搬送されたんですが、幸いにも鞭打ちくらいで異常はありませんでした。ところが、様子見で一晩だけ入院したら、その晩に激しく嘔吐。さらには頭を抱えるほどの偏頭痛が発生しました。あれこれ調べたら、前から軽く脊柱管狭窄症を患っていたらしく、鞭打ちでそれが悪化。脳脊髄液が流れ出して、脳みそが体気状態になるとか説明を受けまして、症状がやばい時には全く動けなくなります。強い光を見たり、大きな音を聞いたりすると、頭の真ん中あたりに我慢できないほどの痛みを感じ、時々は失神します。で、失神する寸前に、決まって大きな岩のような幻影を見るのですが、ある時それがあの無念塚だと気がつきました。先週、再び新しい無念塚のあるお寺へ伺ったのですが、住職が言われるに、供養はできても許してくれるかどうかは、わからないとのこと。そして困ったことに、あれから約2年の間に、住職のお孫さんが事故で膝を悪くしてしまったり、若住職の奥さんが、子宮筋腫で全部取っちゃったりと、大変なことになったそうです。全部君らのせいだ。と再びひどく叱られまして、最後には、この世の方で裁けない罪だから、命を取られる運命だと。君らが全部被って死んでくれれば、お寺は助かるから、早く揃って死んでくれとまで言われました。どれほどの無念が詰まっているのか、全くわかってないんだろうから、死んでみればいいとも言われました。人の恨みつらみだとか無念の思いだとか、とにかく人を恨む気持ちの恐ろしさは、言葉じゃ説明できないとも。とにかく出ていけ。と偉い剣幕で追い返され、途方に暮れて帰ってきたのですが、その帰り道でも、タクシーが信号でいきなりエンストしたり、電車が信号故障で遅れたりと散々です。家まで帰ってきたのですが、今度は今でぐったりしている最中に、台所の蛍光灯がいきなり破裂。携帯電話の電源が勝手に切れて、その直後に再起動するも、通話ができなくなったりしていました。これはほとほとたたられていると思い、昔から霊感の強い全く別の友人に相談したところ、余計なものを押し付けるなと非常に嫌な顔をされ、最後には東京西部の、とあるお寺を紹介されたんです。で、そこへ伺って、いきさつを全部説明したのですが、向こうもプロですから無料ではできないそうで、手付金に最低1人100万で600万。解決したら謝礼金で、1人最低1000万プラス経費だと言われました。もちろんそんなお金はありません。ですが、それだけのことをしたんだから、できないなら死ねばいいと、やっぱりそんな返事です。お寺の相談員が言うには、プロの拝み屋でも因縁が断ち切れるかどうかは、やってみないとわからないそうです。聞けばそのお寺、どこかの芸能人の奥さんの末期癌を、拝み切って治したとか、脳腫瘍で死ぬのを待つだけだった人を、拝んで治したとかで、境内には、謝礼、と書かれた石碑が、いくつも立ち並んでるすごいところでした。それでも、なんとかならないですか？とすがってみたら、なくすことはできないけど、薄めることはできるはずだと、何があったのかをありていに話をして、第三者に拡散させていくしかないとのことでした。戦争中だって、千人針に助けられて帰ってきた人が何人もいる。そういう場所はやってきた人たちが、少しずつ不幸を持って帰ったから、だんだん薄れていくものだと。だけどダムに沈んで、ずっと誰も来られない状況だったから、たまたま我々が行ったら、これ幸いで一遍についてきたのだと。だから諦めろと、そう言われました。ですから、こんな形で拡散することにしました。最後まで読んでくれた皆さんの不幸が、少しでも重くなるのを祈ってます。自分も死にたくありませんから。では、終わります。苦情は一切受け付けません。ありがとうございました。私は山奥の田舎に住んでいますが、私が子供の頃の話です。小学生も、低学年の頃は親と一緒に寝るのが当たり前ですが、高学年になってくると、やはり自分の部屋が欲しくなり、兄と姉のように自分の部屋が欲しい、と、ある日母にねだりました。
その頃ちょうど2階の角部屋が空いていたので、そこをくれと頼みました。2階には3部屋ありますが、角部屋以外は兄と姉の部屋でした。すると、母は驚くほど強い口調で、ダメ、と断ってきたのです。その部屋は日当たりのいい、家の中でも工場圏に当たる部屋なのに、雨戸もずっと閉め切ってあり、物置代わりになっていました。しかし、大した荷物が置いてあるわけでもなく、庭には大きめの物置もあり、普段ちょっとした物をしまうのは庭の物置の方で、その部屋は本当に使われていない部屋でした。それが子供心にも不思議だったし、そんな部屋があるのに、自分の部屋がもらえないのも理不尽に思い、粘りに粘りました。しかし母は強硬に反対し続け、絶対譲る気配がないので、仕方なく父の方にターゲットを切り替えました。父は頑固で厳しく、子供心に怖い人だったので、あまり物を頼みたくなかったのですが、それほど自分の部屋が欲しかったのです。今思うと、簡単にもらえると思っていた部屋が、思いもよらない強硬さで反対されたので、子供心に、意地になっていたのかもしれません。役場から帰った父に頼むと、意外なほどあっさり許しがもらえました。怒鳴られることを覚悟して、心臓もドキドキしていただけに、拍子抜けしてしまい、しばらく呆然としたほどです。なんだ、嬉しくないのか？という父の言葉で、ようやく我に返ったほどです。しかしそれを後ろで聞いていた母が、血相を変えて飛んできました。あなた、絶対にダメです。あの部屋だけは絶対に。ゆうすけがどうなってもいいのですか？いつもうんわな母が、最初からムキになって断ったのにも驚きましたが、父の決定に、真っ向から反対するのも驚きました。あまりに驚いたので、母の奇妙な反対の理由にも、頭が回らなかったほどです。父は吸っていたタバコを消しながら、まだお前はそんなことを言っているのか？あの部屋はこの家でも、条件のいい部屋なんだぞ。いつまでもあのままじゃ、もったいないだろう。あの時はお前の意見を聞いたが、もういい加減にしろ。息子の自立心の成長を、邪魔する親がどこにいる。父の一括で、母も不満そうというより、不安そうでしたが折れました。母の異常な言動が少し気になりましたが、部屋をもらえた嬉しさで、そんなことも気にならなくなりました。次の休日に父や兄が手伝ってくれて、2階の部屋のものを物置に移し、掃除もして、私の部屋は勉強机しかないけど、完成しました。母はまだ暗い顔をしていましたが、今まで怖いばかりの父は、母が暗い分明るく頑張ってくれて、汗だくで笑いかけてくれる父は、ものすごく頼もしい感じがしました。初めて一人で寝る晩、母が私のところにこっそりという感じで、家族に気づかれないようにやってきました。部屋に入ってきて、何かを言い出そうとしていましたが、思い悩んでいるようで、なかなか何も言い出しません。私は部屋のことで反対されてから、少し母に対して険悪な感情を持っていたので、何なんだよ、と強めに言ってしまいました。そうすると母はびくっと体を震わせ、ごめんね、と謝りました。もう、この部屋はゆうすけのものだし、お母さんも反対はしない。でもね、これだけは覚えておいてほしいの。もし、この部屋で何かあったら、これを握りしめて南無阿弥陀仏と唱えなさいね。そう言って、ちょっと変わったお守りを渡してきました。何のことやらさっぱりわからず、何と答えていいか困っていると、母は、忘れないでね、と言って出て行きました。話の内容より母の真剣な眼差しが怖くて、しばらく天井を見つめて考え込んでいましたが、いつの間にか眠ってしまいました。その晩は何事もなく、次の朝には、母もいつものうんわな母に戻っていました。そして幾日かが過ぎ、家の余っている家具を運び込んで、部屋の体裁を整えることに一生懸命になり、母もそれを手伝ってくれたので、私はそんなことを完全に忘れ去っていました。しかし、村の外れにある家で葬式が出ると、母の態度がまた少しおかしくなりました。でもおかしいと言っても、たまに私を心配そうに見つめるだけです。亡くなったのが、母親とよく話をしていた、仲のいいおばあさんだったので、それが原因かと思い、特に気にしていませんでした。しかし、お葬式が終わって幾日かした晩のことです。私が寝ていると、何か変な物音で目が覚めました。私の家は、町に降りるための道に面しており、山向こうの町から、夜中でもたまに車が通るのですが、その車の音かと思い窓を見ました。すると、確かに車が走ってきているらしく、カーテンが明るく照らし出されていたのですが、そこに何か影が映っているように見えました。家の外にある木の影だと思い、初めは気にもせずに、なんだ車か、と再び寝ようとしましたが、違和感を覚えました。私が窓を見つめていたのは、4から5秒のことだと思いますが、いつもは車のライトで照らし出されるのは、一瞬のことで、私が見つめている間に、照らし出されることなどないはずなんです。
車が外で止まっているのかとも思いましたが、こんなところに車を止めても何もないですし、私の部屋が照らし出される位置に、車を止めているのも変な話なんです。そこはちょうど道のカーブに当たるところで、反対側は沢に下る急な坂で、その反対側は、崖を覆ったコンクリートの壁しかなく、その壁の上も畑しかありません。そんなところに車を止めて何をしているのだろう？何か異常な事態がどこかであったのだろうか？そんな不安を感じ目が冴えてきました。そこで起き出し再び窓に目をやると、やはりライトに照らし出されたように、明るいままでしたが、よくよく見ると車のライトなどではなく、何か不思議な青っぽい光でした。今なら LED と思うでしょうが、あの時代にそんなものなどあるはずもなく、車のライトは白っぽい黄色の光ばかりです。そしてそこに映る影も、木の影などではありませんでした。なぜなら、光は止まっているのに、影だけがこちらに近づいてくるからです。風に揺れることはあっても、動くはずがありません。そしてそれは、だんだん人の形をしているように見えました。私はこの時になって、初めて恐怖を感じ始めていました。子供心に、これは非常にまずいことが起こっていると、感じたのでしょう。慌てて部屋から逃げ出しました。そして両親の元に駆け込みました。両親は寝ていましたが、私が入ってきたことで目を覚ましました。何かあったの？と、母が心配そうに聞いてきました。私は今さっき起こったことを言いかけ、何でもない、ちょっと一人で寝てるのが寂しくなった、と言いました。ここで騒げば、せっかくの自分の部屋を、取り上げられるかと思ったからです。父はちょっと呆れた風に、ゆうすけもまだまだ子供だな、と笑い、布団に入れてくれました。母は全然信じていないようで、心配そうに私を見つめていましたが、それを無視して父にしがみついて眠りました。その晩以降、また何もなく日々が過ぎ、初めはちょっと怖かったのですが、何も起こらないままだったので、私も忘れ始めていました。そして、また村で人が亡くなったのです。今度は近所のおじさんで、もっと小さい頃はよく遊んでくれていたのですが、病気で入院して、そのまま回復せずに亡くなったとのことでした。そして、お葬式からしばらく経ったある日の晩、とうとうそれは起こりました。今度も何か物音を聞いたような気がして、夜中に目が覚めました。しかしその日は、友人と昼間に裏山で遊び回っていたので、起きるのが遅れてしまったようで、窓を見ると、前よりも影ははっきりと人の形をして、カーテンに映っていました。私はまた逃げ出そうとしましたが、その影がもう窓のすぐ外にいるらしく、鈴を鳴らしながら歩いている人の影は、今にも部屋に入ってきそうで、怖くて動けなくなりました。鈴の音もはっきり聞こえます。そしてとうとう、それ、は、部屋に入ってきました。そしてその影が部屋に入った瞬間、カーテンを照らし出していた光も部屋の中に入り、部屋の中に丸い光のトンネルを、私も包んだ形で作ったのです。そしてその中を、亡くなったはずのおじさんが、鈴を鳴らしながら入ってきたのです。そして、私と目が合ってしまいました。おじさんは、よう、有望。久しぶりだな。と言ってきましたが、その目はうつろで正気などなく、肌の色も不気味なほど白いせいで、光の中では青白く、異常に恐ろしく見えました。私はビビり上がってしまい何も言えないまま、おじさんを見つめていました。なんだ、そんな怖い顔して、いつもおじさんには、元気に挨拶していたじゃないか。何かあったのか？と聞いてきました。怖いのは死ぬほど怖いのですが、害を与えられそうもないので、なんとか声を絞り出し、こんばんは、となんとか答えました。今思い出しても間抜けな受け答えでしたが、それが精一杯でした。有望、おばさんを知らないか？おばさんを探したんだけど、見つからないんだ。おばさんとは、当たり前ですがおじさんの奥さんで、後から聞いた話だと、その晩は親戚の家に行っていたそうです。私は当然そんなことを知るはずもありませんから、首を振りました。そうか、知らないか。おじさんは視点の定まらない目でそう答え、しばらく考え込んでいましたが、何かいいことを思いついたように、とてもとても嬉しそうな笑顔になりました。その笑顔は本当に嬉しそうですが、私にはとてつもなく恐ろしい笑顔に見えました。全身の感覚が麻痺するような恐怖です。そしておじさんは言いました。有望、有望と一緒に行こう。そうだ、それがいい。クスクスと笑いながら、私に近づいてきました。私は涙と鼻水でぐちゃぐちゃになっていましたが、どうすることもできず、きつくおじさんに腕をつかまれるまで、動けませんでした。しかし、おじさんが腕をつかんだ瞬間、全身の細胞が悲鳴を上げるような、電気が駆け巡るような激しいショックが走り、とっさに腕を振りほどき、勉強机の方に張って逃げました。おじさんは少し意外そうな顔をしながら、どうした、有望？いいところに連れて行ってやると言ってるのに。
おじさんはそう言いながら、笑顔のまま私に近づいてきます。私はこの状況から逃げ出すため、頭をフル回転させていましたが、パニックも起こしていたので、考えがなかなかまとまりませんでした。廊下に逃げるには、おじさんの横を通り抜けるしかありませんが、とてもそんなことなどできません。おじさんはどんどん近づいてきます。もうダメかと思った時、ようやく母親の話を思い出しました。あのお守りは、あの日以降、机の引き出しに入れたままのはず。そのことを思い出し、とっさにお守りを取り出しましたが、おじさんに肩をつかまれてしまいました。また全身にショックが走り、気が遠くなり始めた時、廊下の襖が開きました。そこに立っていたのは母でした。母は私にくれたのと同じお守りを持っていて、おじさんに向かって怒鳴りました。その子を連れて行くことは、私が許しません。そしてお経を唱えながら、私とおじさんに近づいてきました。おじさんはお守りを怖がるかのように後ずさり、私から離れていきました。あなたが行くところは、あちらです。一人でお行きなさい。そう怒鳴ると、再びお経を唱え始めました。そんなに怒らなくても。おじさんは悲しそうにそう言い残すと、トンネルが続く廊下の方に歩き出しました。そして壁に消えかけた時、廊下で悲鳴が上がりました。兄と姉の声です。母は一瞬お経を唱えるのを止めましたが、その瞬間おじさんの動きも止まったので、再びお経を唱え続けました。おじさんが完全に壁の中に消え、光のトンネルが消えると、お経を唱えるのを止め、力尽きたようにその場に座り込みました。冬の夜中なのに汗でびっしょりで、体中から湯気が立っていました。しかし、兄と姉が、今の何だったの？人が壁に。と言いながら私の部屋に入ってくると、母は急に立ち上がり、私たちを抱えて泣き始めてしまいました。私も大泣きです。兄と姉は、困ったような顔をしていたんだと思います。その騒ぎで、ようやく父が起き出してきました。あなた、やはりこの部屋はよくありません。ゆうすけも連れて行かれそうになりました。そう母が訴えかけると、父は困った顔をして黙り込んでしまいました。あなた、まだ私の言うことを信じられませんか？私が病気だと思っているのですか？母は必死になって訴えかけましたが、やはり父は困った顔をしたままです。これでもまだ信じられませんか？そう言うと母は、私のパジャマの上着を脱がし、父に腕と肩を見せました。その時になって初めて私も気がついたのですが、おじさんに掴まれた腕と肩のところが、手の形に青あざになっていたのです。まさか。そう言うと父は、その場に座り込んでしまいました。兄や、姉も覗き込んで怖がっていました。じゃあ、お前の言っていたことは本当だったのか。そう言ったきり、ほうけたようになってしまいました。母はそんな父に近寄り、何度も言ったでしょ？ここは霊道なんです。なんとかしないと、この部屋は危険なんです。霊道と言われても、私も警視も何がなんだかわかりませんでしたが、父は何度もうなずいていました。次の日から、父の動きは素早いものでした。村の最年長のお年寄りのところに相談しに行き、僧侶を紹介してもらって、車で迎えに行き、早速見てもらいました。そして、お坊さんの指示で庭にお堂を建てたのですが、それが変わっていて、普通仏像が入る場所に何もなく、両側の壁に、お札をしまうスリットのようなものがついていて、正面の扉と反対側にも、正面と同じような扉がついていました。まるで、前からも後ろからも出入りができる、エレベーターのようなお堂です。そして、お堂から何か変わった模様を彫り込んだ石を、道しるべのように、家を迂回するルートの地面に埋め込み、家の裏側にも同じようなお堂を建てました。これで霊魂は家を迂回して通るようになる。もう安心じゃよ。と言いました。確かにそれ以降、何も起こりませんでした。村の誰かが亡くなると、何日かの間は、夜は家族全員で、私の部屋で見張るように眠りました。つまり実験したわけですが、父以外の家族は全員嫌がりました。しかし、お堂や僧侶のお払い料に相当金を使ったらしく、父が、効果があるか試さないと納得がいかない。と言い張って、無理やり付き合わされたということです。変な話ですよね。実に父らしいのですが、しかし、やはりというか、その部屋は空き部屋になってしまいました。私はもう二度と、あんな目に遭いたくなかったからです。仕方なく父は物置を取り壊し、そこに離れを立てて兄の部屋にし、兄の部屋が私の部屋になりました。そして二階の角部屋は、見事に物置になりました。父は何かにつけてブーブー言っていましたが、他の家族全員がそう主張したので、父も売れるしかなかったようです。母が嫁いできた当時、それに合わせて家を建て替え、あの角部屋は夫婦の寝室だったそうです。しかし霊感の強かった母は、霊が通るたびに眠れない夜を過ごし、軽いノイローゼになり始めていたので、下の部屋に移ったのだそうです。
そして、私の体についていたあざと同じものが、母にもついていたことがあるそうです。その時は、母が自分でつけたのだとばかり、思い込んでいたのですが、私の体にもついているのを見て、警視も目撃したことから、とうとう父も認めたのでした。結局、物置のためにお堂を二つも作り、お払い料や毎年のお札の代金、それに2年に一度お経をあげてもらうために、車で迎えに行くことになり、父には気の毒なことをしたと今では思います。私が遭遇したおじさんの霊は、長い入院で心が少し病んでしまい、寂しさで誰かを連れて行こうとした、立ちの悪い霊だったようです。ほとんどはただ通り過ぎるだけ。と、母が話してくれました。しかし、事故死やじ、死者の霊は、本当に怖いと母は言います。誰彼構わず道連れを作りたがるのだそうで。そういうわけで、今でも私の実家では、両親と兄夫婦が住んでいますが、2階の角部屋は物置のままだし、お堂も設置されたままです。皆さんも霊道に遭遇したら、とにかく逃げ出してください。霊道を通る霊は、霊道の中から出られないそうですから、間違っても、霊道の進む方に逃げないようにしてくださいね。群発頭痛って病気を知っているか？別名、痔、頭痛、とも呼ばれている。お前らにも無関係じゃないから、知っておいた方がいい。これから、発症した俺の体験談を書かせてもらう。4年前の7月、夜中の2時くらいだったと思う。何の前触れもなく、左目の眼球の奥とこめかみに、ありえないほどの激痛を感じて飛び起きた。叫ぶこともできず、頭を抱えてうずくまっていると、左目から血がボタボタ垂れてきた。眼球の奥の神経が破裂して、そこから血が流れてるんだと本気で思った。実際はただの涙だったんだが、それくらいの激痛だった。だけどこの、激痛、は始まりに過ぎず、5分経つ頃には、これの倍ほどの、超激痛、に見舞われた。俺が覚えているのはここまで。ここからは家族の話だ。2階から聞こえる絶叫に、何事かと駆けつけた家族が見たものは、頭をかきむしって、白目を向いている俺の姿だったそうだ。ほとんど覚えてないが、完全に錯乱していたんだろう。そして、家族の制止を振り切って、2階から飛び降りてしまった。全身打撲と右腕の骨折。全治2ヶ月半。俺は体を痙攣させながら、こ、してくれ、と叫んでいたらしい。じ、罪遂だと思った両親は、俺の退院を待って精神科に連れて行った。この時頭痛の話をすればよかったんだが、あれがただの頭痛だったのか。それとも本当に自分が狂ってしまったのか、わからなくなっていたので、とりあえず従った。結果として、精神に異常はなかった。この時見てくれた先生が、内科を少しかじっていて、両親が俺が飛び降りた時の状況を話していた時、先生が俺の方を見て、もしかしてすごい頭痛に襲われなかったか？と。はい、今までに経験したこともないような、頭痛に襲われました。断定はできないが、それほどの痛みなら、群発頭痛の可能性がある。群発頭痛、偏頭痛や緊張性頭痛と同じ慢性的な頭痛で、一度発症すると年に1から3回。群発期は約1ヶ月間、毎日、超激痛、に襲われる。痛みが続く時間は15分から1時間くらいで、それが1日1から3回。現在、確立した治療法はない。俺が、群発頭痛、と診断されて、医者から最初に聞かされた言葉。この頭痛は死ぬほどの痛みを伴うが、実際に死ぬことはない。気の毒だが、治療法が確立されていない現状では、これくらいしか言えない。目の前が真っ暗になった。文字通り絶望した。お前ら、自分の親指を見てくれ。その親指くらいの小人が、眼球の奥にある神経や肉を、悪意に満ちた顔で食い散らかす。群発頭痛を例えるとそういう痛みだ。一度発作が起きたら、もう動くことも話すこともできない。仕事中だろうが食事中だろうが、頭痛は突然やってくる。俺の場合は夜中に来ることが多くて、ひどい時は、痛みで目を覚ます、痛みで失神する。痛みで目を覚ます、痛みで失神する。これを1時間くらい繰り返す。日中にでかいのが来た時は最悪だ。本気で死を考える。最初にこの頭痛が別名、痔、頭痛、と呼ばれているって書いたけど、日本ではこの病気が原因で痔、頭したって話は、あまり聞かない。だけど、アメリカではこの病気が原因で、痔、頭する人が多いらしい。なんでだと思う？日本人が忍耐強いからじゃないぜ。アメリカ人の場合、この頭痛に襲われると、衝動的に銃で頭を撃ち抜いてしまうんだそうだ。俺にはその気持ちがよくわかる。最大の頭痛が来た時は、本当に、死、しか考えられなくなる。この時もし自分の部屋に銃があったら、俺も頭を撃ち抜いてる可能性が高い。楽に死ねるから。
俺はこの病気に侵されるまで、癌や外傷でもない限り、人間の体は痛みに耐えるようにできてる、と勝手に思ってた。でもそれは間違いだった。耐えられない。俺の限界値が低いとかそういうレベルじゃなく、人類で耐えられる奴はいないんじゃないかって思う。一度の頭痛で、最大1、2時間くらいだから、なんとか持ってるようなもんで。これが半日とか丸1日だったら、まず無理だね。100% 発狂して死ぬ。俺はもし3年以内にこの病気が治らず、治療法も発見されなかったら、死、するつもりだ。この頭痛が何十年も続くなら、生きていても仕方ないって本気で思う。このことは両親にも話してある。本来なら、ひっぱたかれて泣かれるような話だが、医者から群発頭痛が、どれだけ凄惨な痛みを伴うか聞かされてる両親は、否定も肯定もしなかった。俺は夜中に来ることがほとんどだから、この4年間、恐怖心で慢性的な睡眠不足だ。最後に、この病気は発症の原因が解明されていない。要するに、これを読んでるお前らも、発症する可能性があるってことだ。マンションの2階以上に住んでる奴は気をつけろよ。初めて発症した時は転げ回るだけじゃ済まないぜ。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。